福岡銀行カードロン、アニアセジュリミダ。はい、皆さん。今日の動画では久しぶりに JO1 と INI の話になると思いますけど、ジャムの皆さん、ミニの皆さん、元気ですか？久しぶりです。はい。それで、韓国のメディアのインタビューで、ラポネの、最高執行責任者、だから CEO って呼びますよね。CEO の方が、韓国のメディアとのインタビューで、JO1 と INI の話をしながら、なぜプロデュース101ジャパンを通じて、このアイドル2つのチームが誕生したのか、それでこの内容を皆さんにお伝えしたいなと思いまして、この動画を撮ることにしました。さあ、これを見ながら話してみましょうか。まず、この記事のタイトルは、日本練習生の早い成長の秘訣、そして韓国式の合宿、ダンス、ボーカル、トレーニングっていう感じでタイトルになっていますよ。この方が話したのが、こうやって、一度もチャンスをもらえなかった新人たちに体系的なシステムを通じて集中ができるそういう機会を与えたら、思ったよりも早い時間に成長ができましたと。これは JO1 と INI のことを言ってることですよね。K-POP アイドルを目指している人が日本にも多いですと。なのに、こういうシステムが作られたのが割と最近で、これ遅いんじゃないかなと考えたこともありますと。チャンギョクチン、ラポネエンターテイメントの、CEO は、このメディアのインタビューで、K-POP アイドル育成システムの輸出は、韓国文化に慣れてる日本の若い世代の需要が増えることによって、必然的な現象だと説明しましたと。そして2022年 CJENM ジャパンに入社した CEO は、2019年ラポネ事務所が設立した後、知識財産権、企画、制作、アーティスト管理などのアイドル育成のビジネス全般を担当していますと。そして現在 JO1、INI など、プロデュース101ジャパンの2つのシーズンを通じてデビューしたボーイズグループを担当していますと。K-POP アイドルの育成システムが数十年間試行錯誤を経験してから完成されましたが、これを日本に移植する作業が順調ではなかったと、最初は。完成された韓国の音楽を楽しみながら、K-POP アイドルを目指す日本の若い世代に体系的なトレーニングを提供する機会がなかったせいだと。なんかこういう環境が、韓国ではこういうのが結構厳しいシステムの中でもう練習を数年間してからデビューするから、グローバル的に活躍できるぐらいの実力を持てるアイドルが結構誕生するんじゃないですか。それを言ってるらしいですよ。そういうシステムがなかったと。あの仕様が、韓国の練習生たちは十分な時間を持って練習ができる環境がある反面、日本では練習がしたくてもどこでやればいいのかわからないほど、なんか体系がそれぐらい、なんか環境が作られてなかったと。だから全く機会がなくて、なかったその人たちにどんな形でも機会を与えられるような作業からが自分のそういうビジネスのスタートでしたと。続き、プロデュース101ジャパンを進行しながら、なんか最初は参加者たちがデビューするほど、デビューができるほど、ろくな、ちゃんとしたパフォーマンスを見せることができるか心配もありましたと。だけど、検証された育成システムを通じて、思ったよりも早く成長する、そういう練習生たちを見ながら、本当にこのシステムの輸出の可能性を証明したと。だから、このインタビュー自体は、ちょっとビジネス的な面を、こう、扱う、そういう記事なので、やっぱり、メインは、このビジネスなんですよ、ビジネス。だから、ちょっと皆さんからしたら、もうちょっとメンバーに対して詳しく言ってほしいっていう気持ちは多分あると思いますけど、これはなんか、経済のメディアなので、ちょっとビジネス的な感覚で、このインタビューをしたので、それだけ、それは皆さんが分かってほしいですよね。そして現在活動している JO1、INI は、もうメンバーたちが自分で、本当に韓国語を勉強しながら、韓国の文化を身につける、ちょっと、身につけることに集中していますと。だから、
この事務所側がさせるからじゃなくて、この JO1 のメンバーたちと INI のメンバーたちが韓国語の勉強を結構頑張ってるらしいですよ。そして K-POP の根源を、だから元をちゃんと身につけるための努力が続いてると。ファン仕様は語学の場合は英語、中国語などいろいろな言語の中でメンバー本人が選んで勉強ができるようにしてますけど、韓国語の勉強してるメンバーたちが結構多数だと。そしてこの理由としては、メンバーたちは韓国の文化が好きで、なんか韓国の文化っておしゃれだと思ってるから、その同時に本人たちも、音楽自体に韓国的な色もあるから、今後世界市場になんかグローバル的な活動が、そういうチャンスが与えられた時、K-POP のファンを集中的に攻略した方がいいという、そういう判断から韓国語の勉強をしていますと、メンバーたちが。国籍が違うだけで K-POP っていうジャンルで音楽活動をしてるからこそ、活動の国は日本だけになることではないと。だから、567が終わったら、今後なんかグローバル的な活動ができるようにする予定だと。そしてそのグローバルの市場には韓国も含まれてると。だから韓国の活動があるってことですよね。そしてジャン・シオはまずそのグローバル的な活動の前に日本の中でトップアーティストになるのが目標だけど、最終的には他の K-POP のアイドルのように海外の活動もできるアーティストになってほしいと。これは、だから、チャンシオの意見ですよね。だから、他の J-POP 歌手と比べたときに、JO1 と INI は、K-POP で、このグローバル的な活動ができる、そういう環境にありますと。そして、海外のファンからも結構いい反応を受ける可能性も高いですと。今活躍してる K-POP アーティストぐらいのパフォーマンスができるように、実力を伸びないといけないっていう状況をメンバーたちがその事実を認知してますと。だからジャン・シオはこの JO1 と INI がもともと成長することを確信してるってことですし、そうなってほしいっていう気持ちがこのインタビューにあると私個人的に思いましたね。それで、世界で活躍している K-POP アイドルと、この肩をこう並べられるようなステージをお見せすることができると、強く言いましたと。強調しましたと。だから、いつかは JO1 も INI も世界的な活躍ができますよっていうふうにインタビューで言ったらしいですよ。はい、皆さん、とにかくこういうふうにインタビューは終わりましたけど、結局このインタビューで分かることは、JO1 と INI はこれからグローバル的な活躍ができるように、ちゃんとサポートしてもらうと個人的に思いましたね。だからそういうふうに言ってましたので、これからもうどんどんいっぱいサポートいただけるのは本当に嬉しいと思いますよ。だから、世界で活躍ができるように、そういうチームにしたいっていう、ふうにインタビューで言いましたので、567が終わったらもっとグローバル的な活動ができるのはもう決まってることだと思いますよね。はい、皆さん、とにかく私が用意した動画はここまでですけど、これからも JAM の皆さん、ミニの皆さん、JO1 と INI の情報をこれからもアップロードしますので、ぜひチャンネル登録してまた遊びに来てくださいね。そしてプレイリストに JO1 と INI のプレイリストも別にありますので、まだ見てない方々はそれもぜひチェックしていただければ嬉しいなと思いながら。